4G5K エンジンは三菱自動車工業がかつて製造していた直列4気筒4ストロークのガソリンエンジン。なお、本校では便宜上2019年現在も製造している 4G5K のディーゼルエンジン仕様に当たる 4D5K エンジンについても記述する。 現在三菱で最も長い歴史を持つエンジンの系列の一つであり、1.8から2.6リットルに及ぶ排気量を持つ世界有数の大排気量直列4気筒エンジンでもある。小ギリシア語で星を意味するアストロンという愛称が与えられており、生産時期や販売国によって 4G54 という表記と G54 バイトという2種類の形式番号が与えられている。 なお、2019年現在の時点においては、欧州向けディーゼルエンジンの 4D56 の DOHC16 バルブ DID 使用のみが製造されている。4G5 系エンジンは、中鉄製シリンダーブロックにタイミングチェーン駆動による、再一 C レイアウトを採用し、燃焼室は半球型を採用していた。当時の三菱エンジンの多くに採用された。 サイレントシャフト1975年には 4G5 系エンジンはサイレントシャフトと呼ばれる二次バランサーを搭載する。サイレントシャフトは近代エンジンにおけるバランスシャフトの最初の使用例の一つであり、フレデリック・ランチェスターのデザインでは2本のバランスシャフトがクランクシャフトの2倍の回転数でおのの逆方向に回転することによって エンジンの上下方向の二次振動をキャンセルするものであったところ、三菱のデザインでは2本のバランスシャフトの位置を上下にずらせたことで、エンジンのクランクシャフト周りの回転もキャンセルできるものであったことから、直列4気筒エンジン特有の二次振動を大きく低減させることに成功した。後にランチやサーブ、ポルシェは、三菱の許諾を得てこの技術を自社エンジンに、 採用している。サイレントシャフトと同じく当時の三菱エンジンの多くに採用された MCA、ジェットバルブ基本的には、吸気バルブ1、排気バルブ1の8バルブヘッドであり、1976年以降より、当時の自動車排出ガス規制に対応するため、これまでの MCA に代わり、MCAJET と呼ばれる一連の排ガス対策システムを導入していた。 最も特徴的な機構は、ジェットバルブと呼ばれるごく小さな二次吸気バルブであり、吸気バルブとともにロッカーアームで駆動され、シリンダー内に強力なスワール流を発生させ、燃焼効率を高めていた。ジェットバルブは、輸出先国の燃料事情により億単価の低いガソリンや空燃費の低いキャブレターセッティングを可能にする意味でも、用いられ、G32 バイト型。 4G63 型をはじめとする当時の三菱製エンジンの多くで採用されていた。バルブを駆動するロッカーアームは当初は調整ボルトでタペット隙間が調整可能なメカニカルタペットが用いられていたが、83年頃から油圧式ラッシュアジャスターに変更された。燃料装置は70年代後半までキャブレターが中心であったが、 昭和53年排出ガス規制に合わせて、電子制御式燃料噴射装置の意思システムを採用。以後ターボチャージャー導入などの改良はあったものの、長い期間このスピ方式の意思システムが使用されていた。90年代に入ると MPI を採用する車種も現れ、その後も海外先売車種を中心に幅広く搭載され、続けていた。4 g 5、K、エンジンは、 後発の4 g 6系エンジンほどではないが、スポーティカーから、クロカン4区、SUV から、ラグジュアリーカーに至るまで、非常に幅広い車種に搭載されたエンジンである。日本市場においては、1973年に、ギャラン 2850cc の G51 バイトエンジンと、2000cc の G52 バイトエンジン。 ギャラン GTO に 2000cc の G52 バイトエンジンが搭載されたのを皮切りに79年にイシ使用のギャランラムダ82年にはシリーズ唯一のイシインタークーラーターボを搭載したスタリオンも登場したスタリオンのターボエンジンには従来のアストロンではなくサイクロンの愛称が新たに与えられた 4G5 エンジンはイシと MCIJET の採用で ハイガス規制にもいち早く対応したため、旧式エンジンを搭載した、既存車両の、ハイガス対策回収にも用いられた。76年からはそれまで K、K64、6G34 型直列6気筒エンジンを搭載していたデボネアに 2600cc の G54 バイトエンジンが搭載された。また、三菱、ジープ J58 にもそれまでのゴーデビル。 ハリケーンエンジン等の SV エンジンや、K47 型オフエンジンに代わり G、4G52、4G53G54 バイトが搭載されている。85年には、イシマルチ化された、アストロン 24G54 を搭載したマグナが、オーストラリアで販売され、一部は日本にも、輸入されていた。91年以降のマグナ用の 4G54 はイシ。 マルチと共にローラーロッカーアームが採用されて、カムトレーンの大幅なフリクション低減がなされており、E54D5K ディーゼルエンジンにもローラーロッカーアームが搭載されるようになった。4G5K エンジンは、オーストラリア三菱にて、日本とは異なるいくつかの独自の進化を遂げている。1981年9月、当時のクライスラーオーストラリアの販売網で、販売されていた。 三菱、ギャランラムダベースのクライスラーシグマに500台限定で2.0リットルのターボチャージャー搭載モデルが設定された。このモデルでは当時、日本をはじめとする国々で販売されていた、意思使用の G63 バイトではなく、既存モデルにもキャブレターエンジンの設定が存在した、4G52 にターボチャージャーをそのまま搭載する。 いわゆるキャブターボの手法を用いたエンジンが導入され、当時のオーストラリア国内では、最も廉価に購入できるターボ車であるとされた。当時欧州内でも販売されていた、ロータスエスプリターボ等と同じく、ターボチャージャーの吸入口前にキャブレターを配置する、レイアウトで、インタークーラーは搭載されないながらも、同車種の2.0な車と比較して80%、近い高出力を発揮した。 この仕様は、イシターボのスタリオン用、G54BT よりも早期に登場した点が、4 g 5系エンジン史上特筆される点である。1985年に発売されたマグナでは、MPI のイシュマルチを採用したのを契機に、相性もアストロン2に改められる。この時採用された燃焼室は圧縮比7.0のターボエンジンと同じ容積の半球型であったが、 平坦なピストンヘッドを持つ高圧縮ピストンによって圧縮比が8.8まで高められ同時に長年採用されていた MCI ジェットバルブが廃止された91年の2代目マグナでは MPI とキャブレター仕様が並存しておりキャブレター仕様には従来のアストロン2が引き続き搭載されたが MPI 仕様には 多球型燃焼室とディッシュエリアが設けられたピストンで圧縮比が9.2まで高められた改良型アストロン2が新たに登場。ローラー式ロッカーアームが採用され、これが三菱における 4G5K エンジンの最後の改良モデルとなった。4G5K エンジンは北米市場においてマツダのピックアップトラック向けに OEM 供給が行われた。 搭載車両は三代目マツダプロシードの輸出仕様であるマズダー B2600 である。1985年から1988年末まで102馬力のキャブレター仕様自然吸気 G54 バイトエンジンが搭載された。マツダは1989年からは G54 バイトをもとに吸気に排気1の3バルブシリンダーヘッドとした。 マツダ G 型エンジンを開発、B2600 のほか、初代マツダ MPV の北米モデルや、日本国内向けのプロシード、プロシードマービーにも搭載され、現在も松田、マツダ BT-50 の南米仕様などに引き続き、採用されている。1984年、HKS 関西は、ラリーや、ドラッグレース、ダートトライアルへ参戦するプライベーターに供給する、目的で、 G54 バイトをベースに2.3リットル DOHC16 バルブとした HKS134E を開発した。HKS134E は、ボアストロークは 91.5mm88mm、mm、に短縮、圧縮比は12、1、潤滑はドライサンプに変更され、ソレックス2連キャブレターを装備して、 最高出力は276馬力 7000rpm、最大トルク 27kgm5500rpm を発揮した。4D5 系エンジンはアストロンエンジンシリーズの一部であり、1980年に当時の4代目ギャランが導入したディーゼルエンジン仕様に初めて搭載された。その後、2.3リットルから2.5リットルへと、 排気量が拡大される中、パジェロやデリーカスターワゴンなどでは販売のメインとなった。最終的にはインタークーラー付きもラインナップされ、1993年に 4M4 系エンジンに変わられるまで三菱の代表的なターボディーゼルエンジンとして海外で販売される SUV やミニバンに幅広く採用され続けた。気候上、4G5 系エンジンと異なる点は、 4G5K がクロスフローレイアウトとタイミングチェーン駆動を採用しているのに対し 4D5K はターンフローレイアウトとタイミングベルト駆動を採用している点にある。サイレントシャフトもタイミングベルトにより駆動されている。1990年代の半ばより現在に至るまで 4D56 が海外の 4M4K エンジン搭載車のレンカグレードに採用されている。 このエンジンは、原設計こそ古いものの、コモンレール式直噴システムを取り入れる DI-D 仕様とすることによって、近年の排出ガス規制に対応し、可変ノズルターボも採用されている。ロッカーアームは2代目マグナの 4G54 で、採用されたローラー式、ロッカーアームが引き続き使用されているが、4D55、56のロッカーアームは、 ラッシュアジャスターのないメカニカルタペットのため、定期的なクリアランス調整は依然必要な仕様となっている。4G52 ターボ G54 バイトターボハットザファーストアフォーダブル、ターボカルズインオーストラリア m i t s, s u b i s h i g r o u p b r a l l、well、c o m 1 9 9 2年式、デリーカスターワゴンカタログ。スタリオンターボチャージャーズ。 ありがとうございます。